皆様おはようございます。お元気でしょうか。いつもお楽しみまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日も玉ねぎネタ行ってみたいと思います。それではね、早速始めましょう。まず用意するもの、三角コーナーですね。はい、そうしたらネギ玉ね、まあ、いつものようにこっちから包丁でグリングリングリンとグリングリン、玉ねぎの皮を剥いちゃいましょう。ということでね、今日玉ねぎ2個ぐらいいっちゃうか、何しろ100個ぐらいいただいちゃったんでね、もうバッツンバッツン釣りリンコと消費いかないともう大変なことになっちゃうんだけどね。ひね玉ねぎはさ、まあ、あの辺の常に転がしておきゃいいけどさ、新玉は冷蔵庫入れたりとかさ、でも100個冷蔵庫入んないしねみたいな感じですよね。はい、そのまあ干しときゃいいんだけどさ、100個も干すとこないしみたいな、もう洗濯干すだけで精一杯だよ、うちの軒下なんてみたいな感じなんで、まあとりあえず食うべし食うべし食うべしね、感じでお願いいたします。皆様もうちのお店に来た時はね、玉ねぎの天ぷらぜひね頼んでくださいね。あとオニオンスライスもございます。はい、宣伝しちゃいましたよこれ。はい、玉ねぎの皮がね、そうこうしてるうちに剥き終わりました。したらね、水で汚いとこないかなみたいなね、洗って確認して、結構ね泥付きの玉ねぎなんだよこれね。ほらもう水濁ってきてるよこれ。汚いとこは手で取っちゃいましょう。はい、できたね。はい、こんな感じでお願いします。はい、こんな感じですね。はい、それではねこれ切り刻んでね、調理開始しましょう。はい、それではですね、早速薬局ですね。はい、調理していきましょう。まあ、いつものようにこう繋がっていそうなとこ、ちょっと根っこが残ってるとか V の字カットでね、 V 字カットでお願いいたします、ね。はい、そうしたらいつものように串切りでいきますか、ね、串切りでね、ガツンガツンパッカライナですね。はい、できたらボールか何かにね、ガツンガツンパッカライナと入れておきましょう。はい、そして2個目ですね。はい、2個目も半分は串切りでお願いいたします。はい、そうしたらもう半分だね。もう半分はさ、まあみじん切り、粗みじんね、まあそんな感じで細かくねちょっと刻んでいきますよ。はい、こんな感じですね。はい、そしたら、ガツンガツンとね、はい、こう切っていくだけです。いや、これでもう玉ねぎ2個ね、まあ、消費できるかな。お前今日何作ってんのってことなんですが、玉ねぎ肉そばまあ肉そばに玉ねぎ入れただけなのみたいなね、感じですが、まあそういうのはね美味しいんじゃないのみたいなね、やっぱこう旬のね時期にね、こうあるものをガツンガツンとね、食していくのが一番のね健康の秘訣だと私は思っておりますね。今新玉ねぎもう真っ旬盛りみたいなね、感じなんで、もうガツンガツン食べてね、もう健康にあげる。まあ前々からね、玉ねぎキャベツ戦なんだっけ、鬼すらキャベツ戦サバ缶ね、この3種の新規、これ1週間にね、まあ、1食ずつぐらい入れれば健康になれるんじゃないのみたいなね、感じで推奨はしておりますが、いやー玉ねぎ食べっぱなしだわ、もう3日ぐらい。でもすごい体調いいねやっぱね、はい、ということで、これ切り刻んだネギ玉ね持ってフライピンコーナーの方へゴーしましょう。はい、失礼いたしました。肉玉ねぎそばってことね、肉入れなきゃしょうがねえだみたいな、今回ねバラ肉用意してましたが、これ何肉でもいいよ、鶏肉でもいいしさ、あと切り落としの豚肉牛肉ね、そんなんで構いません。ここら辺の大きさに切ってください。はい、それではね、バーナーコーナーの方へゴーしましょう。はい、ただいまですねバーナーコーナーの方にやってまいりました。そしてお鍋にこれ何入ってんのということなんですが、これはですねそばつゆ返しの6倍希釈ですね。まあ、要するにそばつゆの返し1に対して、黄金だしを6ね、例えばこの器にそばつゆの返しすり切れ1杯入れたらすり切れ6杯の黄金だしをぶち込むとね、そんな感じで作ってあります。はい、それではね添加していきましょうか。添加で、ちょっとねそばつゆの返しとかちょっと敷居高いんじゃないみたいなね感じしますけど、非常に簡単なんでね作り方もね、忘れなければ下のね説明欄にリンク貼っときますんでね、よろしくお願いします。まあ、まかないそばつゆあたりの、まあ、でもそばつゆ返しで調べれば多分、一発目に出てきますね。はい、それではですね、まずネギ玉ですね、ガツンガツンパッカリーナとね、ガツンが、おいおいこれすごいよこれ、
第1個半みたいなね、感じで、でネギ玉がね、まあ透き通るような感じになったらね、次ね肉入れます。ちょっとネギ玉が多いんでね、先に肉入れちゃうとお肉硬くなっちゃうんで、今日はねネギ玉の方から火を通します。まあいろいろねありますよね、肉から火通すなど、野菜から火通すなどね、まあその辺は皆様の感性でお願いいたします。まあでも普通は肉から火通そうね。はい、それではねちょっとねネギ玉の方、玉ねぎの方がね煮えてくるのを待ちましょう。はい、お分かりになられますでしょうかね、ネギ玉、玉ねぎの方はね、だいぶ透明感を帯びてまいりました。そしたらお肉の方ですね、できるだけこれ剥がしながらペロロイカと言った方がいいね。剥がしながらねペロロイカみたいなね、まとめて入れちゃうとなんか固まっちゃってさ、なんか後で食いにくいよみたいなね、感じになっちゃうんで、ペロロイカとね、剥がしながらね入れた方のがよろしいと思います。はい、ガッツンガッツンペロロイカだね、ガッツンガッツンペロロイカ、ガッツン、どんだけ肉入れてんだいみたいな、ちょっとちっちゃく切りすぎたかな、ガッツンガッツンペロロイカ、はいラスト入ります、ガッツンガッツンパラライカとね、最後ペロロイカと言っちゃったでしょ、甘いなまだまだ。はい、それではねお肉の方に火が通るのを今度は待ちます。はい、お肉を入れて茹でること1分30秒ぐらいですかね、もう完全にね、お肉の方火が通りました。薄切りの肉だからね、はい、そうしたらね、これです、水溶き片栗粉薄めね、これほんと少々でいい、少々でこんなもん、もうとろみがついてるかついてないかわからないぐらい、もうなきゃ別に入れないでいい、まあ、多少ついてなんとなくこのお肉とか玉ねぎの食感が良くなるんで、もうなんとなくこれとろみついてんのかなみたいな、そんぐらいのね薄い水溶き片栗粉で OKOK ベリー OK です。なきゃ入れないで全然 OKOK ベリー OK でございます。はい、そしたらね最後の仕上げですね、お蕎麦ですね。はい、お蕎麦ね、こうゆで蕎麦これをガツンガツンと、はい、入れて、あとはねこれが温まるのを待つだけでございます。じゃあねちょっとお蕎麦温まるのを待ちましょう。はい、お蕎麦の方ですね、もうグッツングッツングツリーだとね、もうグツ言ってまいじゃないよっていうことで出来上がりましたので、火を止めて、器に盛り付けて食してまいりましょう。はい、ただいまですねテーブルの方に玉ねぎ肉そばですね運んでまいりました。それでは早速食してまいりましょう。あれところでさ、あれじゃない、みじん切りにした玉ねぎどうなったのよっていうことですよね。はい、持ってまいりました。いやちょっとこれ全部きついな、全部きつい、ね、はい、ネギ代わりの薬味にね、ガツンガツンパッカラなんですね、ガツンガツンでね、これ結構アリシンが強いんで、ちょっと胃の弱い人とか腸の弱い人はね少なめにしてください、まあ、もしくは入れない方が無難かもしれませんね。ちょっとお腹痛くなっちゃうこともあるんでね、もう私なんかもう胃腸全然強いんで、もうバッカバ言ったからにはもっと入れちゃうかこれ、いやもうこうなゆきまうと具が見えなくなったぞーというね、はい、入れさせていただきました。はい、そしたらねガツンガツンとね、いつものように一味唐辛子ですね、はい、ガツもカップ最新効果でこの梅雨を吹き飛ばすぞみたいな感じだね。まあ要するにこのダブルオニオンっていうのね、一つはね火を通して、もう一つはね、この生でシャキシャキ感と新玉ねぎの甘みね、薬味の香り、もうこの蒸気でもうすごいいいねおネギの薬味の香りがバツンバツンツリリンコとねもうしております。はい、それではですね早速薬局ですねいただいてみましょう。おやす、ではスープからいっか、スープかな、テレリンルル、このかすかなとろみがいいよね、いただきます。うまいな、うまい、もしあれです、ちょっと玉ねぎあんま辛いの苦手でって方はね、これみじん切りしてから水に放って、まあ、この中にまあ水入れりゃいいんだけど、水入れてから30分ぐらい放置してよく絞ってね使えば、このシャキシャキ感もあるし、あんまり辛さもねこうやって、水の方にね
吸い寄せで抜けていくので、その作戦もいいかもしれませんね。まあ、私なんかもうこんぐらいの刺激がないともうちょっとやってらんねえぞ。真面目なんだけど、このもうなんていうの、そばつゆ返しのやや甘いタレにさらにこの煮込んだ玉ねぎの甘さっていうの、それを抑えるやや辛めの生玉ねぎ、最高じゃないこれ。いただきます。うん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 、そしてこのややとろみね、いやまあうまいな、このシャキシャキはうまいな。うん、私なんかこうネギとかも大好きなんで、よくあの立ち食いそばでさ、このネギと天かす入れ放題なんて、ガツンガツンばれる、ネギもガツンガツン入れちゃおうだからね。うん、いただきます。やっぱネギ関係はうまいよね。いただきます。あー、そうだな。うん、あっか、うん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 、いやうどんもいいけど、たまにはお蕎麦もいいねみたいなね。いただきます。うん、うん、おいしい。うん、たまらんね、たまらん。うんうんうん、あー、やっぱこのシャキシャキ感好きだわ。うん、そしてやや辛みのあるこの玉ねぎ生た、玉ねぎ生玉ねぎ、うん、違う違う、生玉ねぎね。どうぞ。うん、やべえな、おしゃべりしたらどんどんなんかこれ伸びてきちゃってるのか、もう速攻来なきゃいけないんじゃないかな。うんうんうん、うん、おいしい。この肉のうまみもね、イノシン酸、これもまあうまい。うん、たまらんね、今日もね。いただきます。うん、うん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 、このシャキ、マジシャキシャキ感、これうまいっす。いただきます。うん、うん、最高だね。うん、ベリーグッドです。うん、ほんとおいしい。はい、ということで本日も最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、玉ねぎ肉そばの作り方、これ一丁ねやってみました。非常にね、そばつゆの回数があれば、あとは玉ねぎ切って肉入れて玉ねぎ煮てみたいなね、そば入れて、これ、できちゃうんで。おそばもこれ安いな、一袋ね。でもね、焼きそばは一袋さ、なんか23円ぐらいなのに、おそばだけなんか、うどんもさ23円、おそばだけ29円なのね。やっぱそば粉って高いんですかね、なんかよくわかんないですけどね。うん、本当リーズのね、美味しいのがね、もうバツンバツンパッカライナーとできてしまうんでね、ぜひお試しください。うん、はい、そして皆様に、一つお願いございます。動画アップのモチベーションを維持するために、皆様の温かいグッドマーク一票を入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。またお会いいたしましょう。じゃあねー。まあ要するにこれだから、そばでやってもさ、ラーメンでやってもうまいからね。あ、そういうラーメン屋さんね、平塚にあるんですよ。この玉ねぎみじんとわかめだけが入ってる、もう出汁がなんかお酢が入ったみたいなね、うん、酸っぱいけどうめえみたいなのあるんでね、ラーメンでもあるかもしれない。まあでもこのそばつゆ返しはやっぱりあれだね、うどんかそばがいいね。うん、はい、ということで、失礼いたします。またお会いいたしましょう。良い午後、良い一日を、良い明日を。じゃあね。